しぶといネズミどもめ、ドクターポーセー、虫人間の準備をしろ。本当に使うのですか？まだ完全にはコントロールできないのですよ。敵を倒したら今度は住民たちや我々を襲い始めるかもしれません。バカモン、リモコン爆弾を体に埋め込めばいいだろう。急げ。はい。なんだ、丸っこいのが出てきたぞ。あれは久しぶりだな、シバ。生きていたとは驚いたぞ。それはこっちのセリフだ。機械人間になってまでまだ権力が欲しいのか。なぜ貴様はいつも平和を乱すような真似をする。昔からそうだった。平和だと？ふざけるな。こんなデタラメな平和があるか。全て知ったぞ。覚悟はできているんだろうな。覚悟するのは貴様たちの方だ。私を甘く見たようだな。やれ、ドクターポーセー。あのカプセルヤバそうですぞ。ああ、分かってる。嫌な匂いがプンプンするぜ。作り出した秘密兵器だ。シバと共にこの世から消え去るがいい。なるほど、こいつはマジにヤバそうだ。おっさん、俺を連れてきて正解だったな。いくらあんたでもこいつの相手はちょっと無理だ。大丈夫か、王子。最近の奴らは忘れてんじゃないの？悪魔だぞ、俺。お前、今のうちなら逃がしてやってもいいぜ。どうする？お、王子！はっはっは、大したことないぜ、こら。大丈夫か？気をつけろ、シバ。虫人間は生きているもの全てを攻撃するぞ。すまん。シーフと戦車に乗ってくれ。俺があいつらを引きつける。しかし、早く。すまん。さあ、かかってこいよ。やはり俺も加勢を。おっさん、せっかくだけど手出さないでくれ。無駄だ。シーフと戦車の中にいてくれ。じゃん、うりゃっ、うりゃっ。ベルゼブブ、さすがの悪魔の王子も手も足も狭い。うりゃっ、なんだよ。ほい、うりゃっ、じゃん、やっ、うわっ、よっ、いくぞ。ほい、うりゃっ、
んたは王子の真の怖さを分かっとらん。なんだと？長年手こずらされてきた魔物どもも絶滅の日はどうやら近いようだな。王子は心根が優しいからみんなすっかり舐めておるようじゃが、本人が言ったように忘れてはおらんか。王子は世界で最も恐ろしい悪魔だということ。闇のパワーを吸収した悪魔がぶち切れると恐ろしいぞ。久しぶりに見る。危険だからもうちょっと離れてようか。いつまでぼーっと突っ立ってるつもりだ虫人間。ただの苔脅しだ。さっさと片付けてしまえ。よし、これぐらい離れればいいやろ。こんなに。いくらなんでも大げさじゃないのか。以前に近すぎてわしまでヤバかったことがあったんじゃよ。知られん。なんという。な、だから言ったじゃろう。そんな お前、話わかるか。わかったらもうやめとこうぜ。ちくしょう。こうなったら自爆してベルゼブブと共に消えてしまえ。王子シーバー、今度は貴様の番だぞ。何あれ将軍。こんなことで。将軍、何としても国を守りましょう。息子が生まれましたね。写真がほら可愛いでしょう。おかえり。
だけは。昔から騙されやすいのは変わらんな、シーバー。まずいぞ。ちょっと頭下げてろ。ベルゼ、悪魔よりワルだなんて許されるとは最後の仕上げだな。